いや、ありがとうございました。いや、まずは本当今日も横浜アリーナに来てくださって本当にありがとうございます。そうですね、もうやっぱ声援っていうのが昨日に引き続きですけど、今日もさっき帰り際とか、めちゃめちゃ清宮っていうね、海斗っていう声くれて、なんかこれをもっとこっちからね、もっと大きな声援出るように、まあ本当当たり前じゃないんですけど、この状況が、ね、もう本当やっていこうっていう風に思ってます。いや、チャンピオンっていうのねあって、その本当に今日はタッグのチームと、ナショナル、そういう部分でも普段組まないのがやっぱりね、自分にとってすごいプラスに、その雰囲気だけでも、ね、なりましたね。まあ、そして、まあ、いよいよドームでも発表されて池内選手が決まりました。いや、決まりましたね。はい、うん、ドームで。でもね、今先だけを見て進む時ではないと思うので、 GAC 大阪であります。 GAC だけじゃないです。その前の一戦一戦全部が俺にとって当たり前だけどね、そこをね上がっていって進めるように東京ドームに行きますよ。まずジャック・モリス倒す、このことが何より、本当にそこですよ。その戦いにするんで、見ててください。そこで新しい景色を見せて、ベルトを守った上で東京ドームを横浜に立つ。そう、先だけのことじゃなく、一つ一つ上がりながら登っていきます。向こうもベルトを持って上がってくるような関門があります。それぞれ目の前に越えなければいけない壁があると思います。お互いそこはいろいろ大変な、ね、ところも向こうもあると思うし、でもこうなったからだよね。俺は本当にそこに関してはもう、やっぱ熱はねあるんで、その熱すらもうこのベルトに入れていって、それで進んでいってやろうと思います。ありがとうございます。おめでとうね。お前すげえ。シングルで決着つけろ。日本プロレス VS ノア、シャイニングスルー、清宮海斗 VS 岡田和親。海斗、俺の引退試合の相手、来月東京ドーム、お前に決めた。嘘。武藤圭司引退試合、プロレスラストラブ、内藤哲也 VS 武藤圭司。2月21日東京ドーム、日本プロレス史上最大の夜。